写真左の花に注目。この花のめしべが左側に倒れているが、これは時間が経つと中央に移動するのが観察できる。これは月見草が中倍花であるが、虫による受粉がなされない場合、自家受粉をするためである。自家受粉の際、時間のせいとともめしべは中央に移動し、直立する。そして、おしべも伸びて花粉を放出し、 自家受粉を完了させる。月見草は赤葉中松酔い草属に属する二年草または多年草。メキシコ原産で江戸時代に鑑賞用としてトライした。夏季は6から9月頃で、花は夕方の咲き始めは白色であるが、翌朝のしぼむ頃には薄いピンク色となる。同族種である大松酔草、松酔草、目松ツ酔草などのことを、 月見草と呼ぶこともある。太宰治む著、富岳百景に現れる月見草は、実際は松酔い草であったとされる。古来からの名家である植月家は、月見草を食えるから由来する。神奈川県山和市にあり、東急田園都市線の駅名にもなった月見屋の地名は、開発以前、周囲に月見草が生い茂っていたことに由来する。ありがとうございます。